ユーフェ、焦らないで。何が起きるか分かりません。ちゃんと対策を考えましょう。イーシャ、この指輪の文様を見て。城主の紋章かしら。間違いないわ。城主に裁判所へ連行された時、この文様の旗があったから。やっぱり彼なのね。ここで決着をつけないと。さっきのディーラーが落としたチップはいいとして、この指輪にはどういう意味があるの？この指輪はおそらく上司の権力欲の象徴でしょうね。わ、大きな天秤。上司の紋章、裁判所、天秤、これが権力欲の象徴。ねえ団長、聞いた？私たちのユーフェが珍しく考えていますよ。答えまで導き出しました。知恵熱を出していないかしら。はっ、クロワ姉ちゃん、ユーフェをからかっちゃダメです。正しい時はちゃんと褒めないと。からかっていませんよ。ロランダの楽園が上司の欲望に由来するなら、指輪を気安く触ってはダメ。そうしないと。で、そうしないとどうなるの？みんな、避けて。俺様の誰にも奪わせない。今返すから納棺にしてくれない？なんちゃって。いいしゃ、あなたね。貴様らに審判を下すこの汚い降格者が。の風よ。砕けなさい。ここは俺様のキングだ。超火球ブラッシュ。みんなしっかり。運命の風よ。持っていくな。ぜひその力を見せてほしいわ。まだまだ遊び足りないもの。ねえ、お金も権力もつまらない欲はすべて消え去ったわ。気を利かせてとっとと楽園を解放したらどう？あ、金、権力、消えた？貴様らは何も分かっていない。俺様が唯一欲する。楽園に動きはないのに、また変なのが増えた。こうなったら他のも全部見せてもらおうじゃない。この楽園を支えていたのは城主の貪欲の罪ではない？そんなはずはありません。お金、権力、どれも合っているはず。この中で揺れているのは何だろう。変なの、城主は指輪をはめずに持っているの？クロワお姉ちゃん、この中にあるのって、多分、涙じゃないですか？イーシャ、指輪も投げ入れてください。
やっぱり、これこそ、城主の一番大事なものなんですよ。どうやら、黒幕が私たちをお待ちかねのようです。すべてを終わらせに行きましょうか。猫ちゃん、落ち着いて。ロコ、気をつけて。招待状もなしに私のガーデンに入ったの？城主夫人、どうして？どうやら出ていくつもりはないよね。招待された子供たちを家に返してもらえる？子供たちはこの楽園で私の愛するアリスに捧げられる。そんなことはさせない！楽園の誘惑に負けてしまったのね。正気を取り戻させてあげるわ。私たちを引き離すことは絶対に許しません！やっとまともな相手になるわ。このガーデンの色を照らしてあげるわ。キューバーン！みんな、怖がりなきゃいけません。悩みも吹き飛ぶ。みんな怖がることはありません。運命の風に燃えろ。あなたたちの運命、私が審判を下します。砕けなさい。夫人、あなたは狂気に身を委ねることで逃げているのね。過去、痛み、残酷なことをしてしまった自分からの逃避。滑稽ね。私たちはいつもあなたのことを家族のように思ってた。どういうこと？彼女の意識が空間全体に影響を与えた？あ、ロコの絵本！しまった！医者！欲しいのは、戦利品の大半は同盟に渡すことですね。私はアリス。パパはアントニオ。ママはグリンネ。パパとママが大好きだったの。でも、ある日、アリス重い病気になって、パパとママはショックを受けちゃった。パパは、アリスの病気を治すのに、たくさんお金がいるって言って、変な人と会ってから、怖くなったの。ママも、
アリスを抱いて泣くだけ。その後、ママも変わっちゃった。アリスは、もうママを苦しめたくないのに。イッシャ、久しぶりね。大きくなって。アリスのために。いえ、私自身がアリスと永遠にいたいと願い、この楽園という檻の中に隠れたの。今こそ、すべてを終わらせる時ね。彼女は私たちが楽園から連れ出すわ。おそらく。楽園と心中する気？そんなことさせない！これは前菜だね。ペガちゃんの祝福。オオカミが行くよ。みんなを傷つけないで。耐火性テスト開始。ヒュー、怖がることはありません。オオカミが行くよ。私は自分の罪を受け入れる。今ならまだ子供たちを助けられる。それがアリスの願いだから。やったわね。この楽園のコアを見つけたわよ。気をつけて。何しろさっきまであいつの魂がいたんだから。悩みも吹き飛ぶ。この材料は私がうまく使ってあげる。一掃しましょう。この材料は私がうまく使ってあげる。こいつらじゃメンテ費用すら回収できないよ。みんな怖がることはありません。芸術とは。砕けなさい。この材料は私がうまく使ってあげる。
これは前菜だね。芸術とは運命の風よ。ペガちゃんの祝福。こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。この材料は私がうまく使ってあげる。このまま進みましょう。一掃しましょう。悩みも吹き飛ぶ。こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。ペガちゃん、いっけー。花火がいくよ。運命の風よ。ペガちゃんの祝福。一掃しましょう。みんなを傷つけないで。カーナビが行くよ。この材料は私がうまく使ってあげる。それじゃ張り切っていきましょう。悩みを吹き飛ぶ。ペガちゃんの祝福。みんなを傷つけないで。カーナビが行くよ。あなたたちの運命、私の審判を下します。超課金フラッシュ。みんな怖がることはありません。この材料は私がうまく使ってあげる。こいつらじゃメンテ費用すら回収できないよ。運命の風よ。あなたたちの運命、私の審判を下します。カーナビが行くよ。惜しいのは戦利品の大半は同盟に渡すことですね。
こいつらじゃメンテ費用すら回収できないよ。みんな怖がることはありません。超課金フラッシュ。悩みも吹き飛ぶ。燃えろ、みんな燃え上がれ。素晴らしい式でした。このまま進みましょう。一掃しましょう。カーナビが行くよ。ペガちゃんの祝福。運命の風よ。あなたたちの運命、私が審判を下します。素晴らしい式でした。このまま進みましょう。悩みも吹き飛ぶ。やっほー。砕けなさい。みんなを傷つけないで。惜しいのは戦利品の大半は同盟に渡すことですね。欲しいのは戦利品の大半は同盟に渡すことですね。一掃しましょう。この材料は私がうまく使ってあげる。これは前菜だね。みんな怖がることはありません。カーナビが行くよ。油断大敵、悩みも吹き飛ぶ。耐性性テスト開始。惜しいのは戦利品の大半は同盟に渡すことですね。この材料は私がうまく使ってあげる。
一掃しましょう。運命の風よ。燃えろ、みんな燃えろ。砕けなさい。こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。この程度じゃまだまだね。花火がいくよ。みんな怖がることはありません。運命の風よ。みんなを傷つけないで。悩みも吹き飛ぶ。あなたたちの運命、私の審判を下し、心の運命を決める数字いくつだと思う？砕けなさい。自分の運命の風に忠実でないといけないの？こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。ペガちゃん、いっけー。みんなを傷つけないで。悩みも吹き飛ぶ。この材料は私がうまく使ってあげる。
ことはありません。燃えろ、セガちゃん、みんな燃え上がれ。砕けなさい。コウナギが行くよ。あなたたちの運命、私が審判を下します。しっかり守る。悩みも吹き飛ぶ。芸術とは。この材料は私がうまく使ってあげる。改造完了。改造完了。この
やっとまともな相手のようですね。油断は禁物ですよ、リカ。みんな、怖がることはありません。見よ、超過金フラッシュ。ペガちゃんの祝福。燃えろ、みんな燃えろ。運命の風よ。カーナビが行くよ。悩みも吹き飛ぶ。怖がることはありません。この材料は私がうまく使ってあげる。これは前菜だね。みんな、怖がることはありません。芸術とは運命の風よ。惜しいのは、戦利品の大半は同盟に渡すことですね。一掃しましょう。ペガちゃんの祝福。砕けなさい。見よ、超過金フラッシュ。惜しいのは、戦利品の大半は同盟に渡すことですね。運命の風よ。芸術とは。みんな、怖がることはありません。悩みも吹き飛ぶ。みんなを傷つけないで。ペガちゃんの祝福。超過金フラッシュ。惜しいのは、戦利品の大半は同盟に渡すことですね。こいつらじゃメンテ費用すら回収できないよ。みんな怖がることはありません。ペガちゃん運命の風よ。みんな燃え上がれ。芸術とは。砕けなさい。こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。運命の風よ。怖がることはありません。こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。こいつらじゃメンテ費用すら回収できないよ。いや、超過金フラッシュ。怖がることはありません。カーナビが行くよ。燃えろ、みんな燃え上がれ。砕けなさい。油断大敵。芸術とは。こういう報酬もあるんですね。
お疲れ様です。これは前菜だね。悩みも吹き飛ぶ。みんな、怖がることはありません。運命の風よ。こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。誰も俺様の前からお宝を奪うことはできない。ペガちゃんの祝福。砕け出せ。みんな燃え上がれ。運命の風よ。苦痛を与えてやる。みんなを傷つけないで。そして消えろ。あなたたちの運命、私が審判を下します。バカと動くネズミ。悩みも吹き飛ぶ。超石の力を発動させますよ。かなり高額者が。運命の風よ。みんな怖がることはありません。最下性テストを開始。砕けなせ。芸術とは持っていくな。惜しいのは戦利品の大半は同盟に渡すことですね。こいつらじゃメンテ費用すら回収できない。みんなを傷つけないで。見よ、超課金フラッシュ。素晴らしい式でした。このまま進みましょう。こいつらじゃメンテ費用すら回収できないよ。怖がることはありません。みんなを傷つけないで。カーナビが行くよ。この材料は私がうまく使ってあげる。一掃しましょう。ペガちゃんの祝福。油断、運命の風よ。カーナビが行くよ。みんな怖がることはありません。みんな燃え上がれ。悩みも超石の力を発動させますよ。この材料は私がうまく使ってあげる。砕けなさい。油断大敵。回復を忘れないで。カーナビが行くよ。芸術とは。悩みも吹き飛ぶ。こういう報酬もあるんですね。お疲れ様です。強い気配。一致団結して頑張りましょう。
みんなを傷つけないで。いや、超火球クラッシュ。運命の風よ、燃えろ。みんな燃え上がれ。カーナビが行くよ。砕けなさい。あなたたちの運命、私の審判を下します。リク、みんなを守る小石の力を発動させますよ。悩みも吹き飛ぶ。みんな、怖がることはありません。砕けなさい。素晴らしい式でした。このまま進みましょう。もっと努力しないとですね。うん、いい運勢です。